コアラ。コアラ、ファスカラークトスシニリアスは、哺乳構想前バメコアラカコアラ属に分類される、有袋類。原生種では本種のみで、コアラカコアラ属を構成する。日本語の別名は、コモリグマ、コモリグマ、または、フクログマ、フクログマ。オーストラリア東部の森林地帯やユーカリの林などに生息している。体色は、背面が灰色で、 腹面が白色、体長は約 65cm から 82cm、体重は約 4kg から 15kg である。オーストラリア北部に生息するコアラよりも、口術の理由により、南部に生息するコアラの方が体が大きく体毛の長さも長い。タンニンや油分を多く含むユーカリの葉を好んで食べる。歩くことは稀にある四足歩行である。 オーストラリア、クイーンズランド州南東部、ニューサウスウェールズ州東部、ビクトリア州、南オーストラリア州南東部。模式標本の産地、基準産地、タイプ産地、模式産地は、ニューサウスウェールズ州。西オーストラリア州、タスマニア州には分布していない。分布域内では、熱帯雨林、温帯のユーカリ林、ソリンなどに生息する。 特に川沿いや海岸地帯に近い、肥沃な場所で、有ーカ類に含まれるタンニンや油分が少ない場所を好む。通常は単独性で群れを作らない。ヨーロッパ人到来によって分布域を急激に減少させ、1930年代までにはヨーロッパ人入植前の50%にまでに分布域は減少した。南オーストラリア州の群の一部には、 州内外の個体群を再導入された個体群も含まれる。体長は、クイーンズランド州に生息するコアラのオスで、体長674から736ミ、mm、リメートル、体重4.2から9.1キログラム、メスで、体長648から723ミ、mm、リメートル、体重4.1から7.3キログラム、オーストラリア南部に生息するコアラは、 オスで体長750から8 2 0ト、mm、ル、体重9.5から1 4 9ラム。メスは体長680から7 3 0ト、mm、ル、体重7から1 1ラムである。オは外部から見えない。オスはメスよりも体重が最大で50%重く、体長も大きい。また、北部のアシュより南部のアシュの方が25から35%ほど大きい。 なお、尻尾は退化しており存在しない。体色は背面が北部の足は灰色であり、南部の足は茶褐色になる時がある。稀ではあるが、2017年8月にオーストラリア動物園で白色の赤ちゃんが誕生した。覆面は白色から乳白色である。体毛は厚くゴワゴワしている。北部の足に比べ南部の足はふさふさとしており、 冬の寒さに耐えられるようになっている。オスの胸には茶色の縦線強線があり、ここから匂いを発する。オスはこの線から出る匂いや尿の匂いにより縄張りを主張する。外耳は小さいが、周囲の体毛が長いため、特に南部アでは大きく見える。メスは育児脳を持ち、この中に乳首を二つ持っている。育児脳はウォンバットと同じく後ろ向き、 つまりコアラが座っている状態の場合、下向きについている。オスの交尾器は、有体類の独特な形状をしており、途中から二股に分かれて、Y 字型をしていて気頭が二つある。これは、メスの膣内が Y 字に分かれていて、真ん中を三胴が通っているためである。樹状生活に適応しており、脂肪は少なく筋肉質である。特にの筋肉が発達しており、 樹上を素早く移動できる。手足には鋭い爪のついた五本の指を持つ。前足は、第一子と第二子と他の三子が向かい合っており、木の枝などをつかむことができる。また、後子の第二子と第三子は融合しており、第一子と他の四子が向かい合っていて、前足と同様に木の枝をつかめるようになっている。また後足の融合した第二子、 第三子の爪が、他の爪よりも少し長く、これを使い毛づくろいを行う。四式は、I3、1、門子、C1、0、剣子、P1、1、小球子、M4、4、大球子。剣子は肉食獣ではないため大きくはないが、球子はよく発達し年齢とともにすり減っていく。三亜種に分かれるとされていたが、南部個体群ほど大型で、長毛。 農食になること、連続的な地理変異から、アシュの有効性を疑問視する説もあった。例として、MSW3 グロブス2005では本種にアシュを認めていない。コアラは、コアラかコアラ属で厳生する唯一の種である。化石種では他に同じ都が除く、同じ属の種があり、西オーストラリア州南西部やオーストラリア中央部や、北部において化石が発見されている。 コアラの最初の目撃記録は、1798年1月26日に、ジョン・ハンターの使用人であった、ジョン・プライスがシドニーの西部の高地を探検している時であり、先住民がカラワインと呼ぶ、アメリカのナマケのような生き物がいたと記録している。その後、1802年に探検家のフランシス・バラリアーが、先住民がコロと呼ぶ猿のような生き物がいることを記録している。 1816年にフランスの動物学者であるブランビルがコアラの俗名そしてファスカラアクトスを与えた。これはギリシア語のファスコローズを呼びアクトスから来ており、それぞれ川の袋、熊という意味である。また1817年にドイツ人の動物学者が種商名としてコアラにシニリアスという名を与えた。この言葉はラテン語から来ており灰色のという意味。 19世紀に一時同じ有体類のウォンバットに禁煙であるとされたが、1921年まではコアラは完全な樹状性であり、一方のウォンバットは地面に穴を掘る、半地中性の生活を送ることから議論の的となっていた。現在は同じウォンバット型木に分類されている。近年まで次の3アシュに分けられていたが、 1999年のホールデンなどの分析により、遺伝子レベルでの違いはア種シュに分けるほどに大きくはないことが確認された。それぞれの名に含まれている襲名がおよその分布域を示している。これら3アッシュに分けない場合、ニューサウスウェールズ州北部以北に生息する個体群、ニューサウスウェールズ州中部以南からビクトリア州にかけて生息する個体群に分けられる場合もある。 体の大きさ、体毛の長さとも、寒冷域に行くほど大きく長くなる傾向があり、クイーンズランド州に生息するコアラが最も小さく、体毛も短く、ビクトリア州に生息するコアラが最も大きく、体毛も長く、ニューサウスウェールズ州に生息するコアラは、大きさも体毛の長さも、両者の中間程度である。通常は単独性で、二頭以上でいることは稀である。 繁殖期にのみ、オスとメスが一緒にいたり、またメスと子供が一緒にいたりする。木の枝で生活するが、この葉を集めたものや、木道を利用したりというようなことはせず、特定の巣は持たない。休む時は通常、葉がよく生い茂り、太陽光や雨などがしのげる木の枝で休息し、大抵木の髪型三分の一くらいのところまでにいる。地上に降りることは稀だが、 木から移動する際に地上に降りたり、時には数メートルほどであれば、樹感を飛び移ることもできる。1日のうち18から20時間を眠るか休んで、過ごし、最も活動的になる時間は早朝及び夕方で、白明白母星である。この生態は怠け者に似るが、怠け者は体温が一定しない。変温動物であるがコアラは摂氏36度ほぼ一定の体温を持つ。 高温動物であり、基礎体車両もナマケの30倍近い。天敵となるのは、大きな猛禽類をはじめ、稀に地上を歩いた時に、リンゴ、野生化した犬、キツネなどに襲われる可能性がある。食生は草食生で、ユーカリやア,アカシア、T3 の早めを、1日に500グラムから1キログラム以上を食べる。オーストラリアには、ユーカリは六百の七百種以上あるとされるが、 食用になるユーカリはこの中で約35から120種である。さらに、各地域に生息するコアラは、その地域にあるすべてのユーカリを食べるのではなく、多くのユーカリの種の中から数種類のユーカリや、その他の植物を好んで食べる。ユーカリの葉は、昆虫や野生動物に食べられるのを防ぐために、タンニンや油分が含まれており、消化が悪く、一般に動物の餌として適さない。 コアラはユーカリを食べる前に匂いを嗅ぎ、葉を選別してから食べる。さらに盲腸で発酵させることで、ユーカリの毒素を分解し、消化吸収する。コアラの盲腸の長さは2メートルある。コアラが常食する食物は栄養に乏しく、活発な行動をするためのエネルギーを得ることができないため、1日のうち18から20時間を眠って過ごすことで、エネルギーを節約している。通常、 水分は、ユーカリ、種類にもよるが50から70%の水分を、含むなどの食物からのみ摂取し、直接水を飲むことは稀であるが、火災などで、ユーカリの葉が焼けたり猛暑で、脱水症状に陥ったコアラが水を飲む姿が、たびたび目撃されている。通常、木の上で糞をする。糞の形状は円筒型をしており、成獣の場合で、長さは、 約2センチメートル前後で排出されたばかりの糞はユーカリ特有の匂いがし、表面は乾燥するとザラザラとしている。色は食べたものによるが、褐色、茶褐色から青みもしくは緑みがかった褐色をしている。1970年代にクラミジアンに感染している個体が確認され、1982年までにブリスベン森林公園やフィリップ島などで、 クラミジアへの感染率が80から90%になっているのが確認された。クラミジアは今なおコアラの間で流行しており、これにより目が見えなくなったり、またメスの場合は不妊などを引き起こしている。クラミジアが確認されなかったフレンチ島のコアラの繁殖率は約80%に達していたのに対し、ブリスベン森林公園でのコアラの繁殖率は40から50%、 フィリップ島では10から15%であった。現在、生息しているコアラの大部分はクラミジアを保有しているとされ、生息地の環境破壊などストレスの増加により症状が発症するとされ、このことは人間の活動の結果による生息地の破壊や交通事故などによるコアラの生息等数の減少数などと同様に問題となっている。また、クラミジアに対するワクチンを開発し、 野生個体に注射することで、これらの生息地の開発、破壊を防ぎ、コアラがストレスなく生息できる環境を作ることが有効とされる。繁殖様式は体制。繁殖期は地域によるが、通常初春の9月から夏の2月までである。ほとんど泣くことはないが、繁殖期になると、オスが縄張りを誇示するために泣くことがある。通常、餌の状況や気候など、 生息時の状況が良ければ、一年に一度一種を出産し、双子は稀である。妊娠期間は34から36日。新生児は体重約0 5グラム、体長 2cm。体毛は生えておらず、体色はピンク色をしている。また、目が開いておらず、歯も生えていない。メスの腹部にある育児脳で約6から7ヶ月間育てられる。 約22週で目が開き、約24週で歯が生え始める。母親は、盲腸内でユーカリを、半消化状態にすることで、緑色のパップという離乳食を作る。生後、約22週を過ぎたあたりから、子供は、育児脳から顔を出し始め、母親の肛門からパップを直接食べる。パップを食べる行動は、その後約6から8週間続き、子供はパップによって、 ユーカリの葉を消化するための微生物を得て、一生涯にわたり、母親と同じ数種の葉を食べるようになる。育児脳から完全に出始めるのは、26から27週目くらいからで、あり、この時期は母親に抱かれたり、育児脳に入ったりしながら過ごす。36週目くらいになると体重が1ラムになり、育児脳にはもう戻らない。体重が、 約2ラムほどになるまでは母親に背負われて過ごし、12ヶ月までに血離れをする。この期間は、猛禽類や二色ビに捕食される可能性が高まる。親離れしたオスは、約18ヶ月までに数キロメートル離れた、新しい生息地へと分散していくが、メスは通常は、母親の生息域にとどまる。オスは、生後2年で、 生成熟するが、生後4年に達してから繁殖に参加することが多い。オスは2、3年で成熟するが、通常は縄張りを持つまでは、繁殖に参加せず、5年ほど経つと繁殖するようになる。メスは、生後2年で、生成熟する。メスは2年で繁殖可能となり、条件が良ければ毎年、子を産み、12から15歳まで繁殖を行う。 寿命は野生下でメスで18年以下であり、オスはメスよりも寿命が数年短い。コアラの名前はダルクゴノクラに由来するものである。元来、ボインのはアルファベットで、王と綴られ、スペルはクラ、クラと表記されたが、表記ミスにより、オアと変わった。この言葉は、ダズンとドリンク、水を飲まないを意味すると誤って言われている。他の英語表記には、クマを意味する。 ベアをもとに、モンキーベア、サルクマ、ネイティブベア、固有のクマ、ツリーベア、木のクマなどと呼ばれることがある。また、日本語では、コモリグマなどと呼ばれることがある。森林伐採や山火事による生息地の破壊、毛皮用の狩猟、交通事故、犬による捕食などにより、生息数は減少している。ヨーロッパ人の入植以前から、 オーストラリア先住民が食料としていた。しかし、ヨーロッパ人到達の植民地化以降、特に1860年代から1920年代後半にかけてコアラの毛皮を取るために狩料が行われており、イギリスのロンドンだけで毎年1の3万頭分もの毛皮が販売されていた。例えば1889年には30万頭分の毛皮がイギリスへ輸出され、 また1920年代にはアメリカ合衆国への輸出がされていた。一時的にではあるが1898年にはビクトリア州で1906年にはクイーンズランド州でコアラの狩猟が禁止されたがこのまも狩猟が行われボンバットの毛皮として輸出されていた。また最盛期にあたる1919 19年にはクイーンズランド州では100万頭以上が 1924年にはニューサウスウェールズ州で100万頭以上ものコアラが毛皮のために捕獲され、また1927年には狩猟が許可された期間である約1ヶ月間で58万5近未弱分ものコアラが捕獲され毛皮が取られた。このように捕獲がしやすかったコアラは次々と毛皮のために狩猟されていき1930年代後半までには 南オーストラリア州では絶滅の危機に瀕し、その他の州では急激に減少していた。このような乱獲や開発による生息地の分断などにより、クイーンズランド州北部、南オーストラリア州、またニューサウスウェールズ州とビクトリア州の宗教付近などで個体群が孤立した。その後、保護活動がなされ、ビクトリア州フィリップ島やフレンチ島などから、 本土のビクトリア州、南オーストラリア州などに再導入されている。特に南オーストラリア州には1920年代から1960年代にかけて数度の再導入が試みられてきた。現在、コアラの個体数はオーストラリア政府は判断をしていないが、オーストラリアコアラ財団により10万頭以下であると予想されている。しかし、ての地域で 個体数を減らし続けているわけではなく、グレートディバイディング山脈西部のいくつかの個体群などでは個体数が増加し分布域を広げている。また南オーストラリア州においては再導入の結果、ヨーロッパ人入植時よりも多くの個体数がより広範囲に分布している。一方で再導入された島し部や自然分布以外の地域、分断された生息地などにおいて、 コアラによるユーカリの食害が報告されており、問題となっている。オーストラリア政府の法律では、サウスイースト、クイーンズランド地域の個体群を除き保護対象になっておらず、2010年9月30日までに再評価を行うとしている。また、オーストラリア政府は、コアラの保護政策を各州政府に任せている。クイーンズランド州では、サウスイースト、 クイーンズランド地域の個体群を気球種、バルナラブルに、その他の地域のコアラを経度懸念、リースとコンサーンに指定している。ニューサウスウェールズ州は、ワリンガのピットウォーター地区と、グレートレックスのティーガーデン地区及びホークスネスト地区のコアラを、絶滅危惧、インガンジャードに、その他を気球種、バルナラブルに指定している。ビクトリア州では、野生動物全般を扱う方、 ワイルドリフワクト1975の下に野生動物の取引などを制限しているが、保全状態の評価はしていない。南オーストラリア州も、ビクトリア州と同じように野生動物全般を扱う、法、ナショナルパークスワイルドリフワクト1972で、野生動物や生息地の保護、取引や狩猟などの行為を制限している。近年まで希少種、レアとされていたが、 2008年に指定から外された。アメリカ合衆国では絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律により、絶滅危惧種、セレットンドに指定された。日本では1984年に初めて輸入され、鹿児島市日向和動物公園、多摩動物公園、東山道植物園で、各2頭ずつ、計6頭のオスの飼育が開始された。 このうち鹿児島市日向和動物公園では1986年に日本では初めて飼育か繁殖に成功した。1980年までオーストラリア以外でコアラを見ることができたのは1915年にコアラの飼育を始めたアメリカ合衆国のサンディエゴ動物園だけであり、コアラの生息数が減少してからはオーストラリア政府は海外へ輸出することを禁止していた。 1980年にオーストラリアの法律が改正され、1984年及び1985年にオーストラリアのタロンガ動物園から日本の多摩動物公園、東山動植物園、日向動物公園の3園に送られた。この時にユーカリが日本で育てられるかも調べられたほか、コアラが到着する3週間前には餌となるユーカリが輸入され、 またそれと同時に、コアラが1日に、どのような葉が適しているのか、どのくらいの食料なのかなど様々な飼育方法などの情報が提供された。この時、日本ではコアラブームが湧き上がることとなった。オーストラリアからコアラが送られた際、日本からはそのお返しに、オーサンショウウウを送っている。さらに、翌年1986年に、埼玉県子ども動物自然公園、 横浜市立金沢動物園、1987年に淡路ファームパーク、1989年に大阪市天王寺動物園、1991年に神戸市立王子動物園、1996年に沖縄子ども未来ゾーンと増えたが、2010年に沖縄子ども未来ゾーンで飼育されていたコアラが死亡したため、2016年2月現在、 日本国内でコアラを飼育している動物園は8つである。しかし、近年コアラの飼育数が減少しているため、全国のコアラを飼育する動物園が共同繁殖に取り組んでいる。最も問題となるのがコアラの餌で、前述のようにコアラはユーカリなど決まった植物の中からさらに特定の種類、しかも若い子の葉ではいけないなどの思考があり、大量に食べるため、 合理的にコアラを飼育するには、餌用のユーカリを専門に栽培する農家の存在と、ユーカリを年中安定して供給できる環境が必要である。また、初来日時のコアラブームが去って、コアラの動物園等への集客力が、ジャイアントパンダ等に比べて大幅に落ちている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。